トランザクションスに印刷されたロゴ王立統計学会は、イギリスにおける統計学の学会であり、統計学者の職能団体である。1834年、ロンドン統計学会として創設された。当時、イギリスには各地に統計学会があったが、その多くはすでに存在しない。例外として RSS よりも長い歴史を持つ、マンチェスター統計学会がある。 ロンドン統計学会の設立には、リチャード・ジョーンズ、チャールズ・バベッジ、アドルフ・ケトレー、ウィリアム・ヒュー・エル、トマス・ロバート・マルサスが協力した。1858年には、初の女性会員として、フローレンス・ナイチンゲールが加わっている。ウィリアム・ベイバリッジや、ハロルド・ウィルソンは会長を務めた。1887年、ロンドン統計学会から、王立統計学会となり、 1993年には統計協会と合併した。現在は世界中に7200名の会員がいて、うち1500名は統計のプロとしてイギリスで認定されている。他の職能団体とは異なり、すべての会員をフェローと呼ぶ。同学会は統計に関する立法に尽力し、2007年、スタティスティックスレジストレーションサービス、ACT という法案が通過した。 RSS は毎年総会を開催しており、2007年7月にはヨーク大学で開催された。総会ではウィリアムガイを記念した外メダルが授与される。学会誌ジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・スタティスティカル・ソサイティを出版しており、現在は3つのシリーズに分かれている。また、一般向けの雑誌シグニフィカンスも出版している。ありがとうございます。